起きたのならさっさと目を開けなさい、変質者。拒否してもいいけど、その場合は10数えるごとに、1回ずつ蹴りを入れてあげる。1、2、3。うわあ、すいません、すいません、アンナ様。あのね、彩子、私は今さらあんたの気功には驚かないけど、いきなり叫ぶのとかやめてくれないかしら。小牧が怯えているわ。あの、驚かしちゃったみたいでごめんなさい。私、織原彩子って言います。はじめまして。こんなざまだけど、そこにいるアンナのクラスメイトです。よろしく。1年3組の石町小牧です。叫んじゃったのはほらあれです。憧れのアンナ様にこんなにきつく縛られちゃったから、私なんだか興奮しちゃって。あんた、そんな趣味があったの？なんなら二度と悪さができないように毎晩縛りに行ってあげましょうか。嬉しい？ええ、とっても嬉しいです。アンナ様、ぜひともよろしくお願いします。そんな趣味ありません。間違っても M なんかじゃないです。どうかしら、ムキになって否定するあたりがまた怪しいわね、小牧。はい。煽らないでよ、友達でしょ。つーか、なんで小牧ちゃんもそこでうなずくの。彩子と小牧は初対面なんだから、第一印象がそれっぽかったってことでしょ。よかったわね、彩子。あんた、性癖が伝わりやすい外見をしているみたいよ。友達としておめでとうを言っておくわ。ふぅ、網代アンナ、あんたを一瞬でも友達だと思った私がバカだったわ。
第一友人を断りもなしに踏んじまるってどういう神経してんのよ。あんたに一かけらでも人の心があるのなら、友情を証明するために一刻も早くこの縄を解くべきだと私は考えるわ。友達なのか友達じゃないのかはっきりしなさいよ。あとあんまり暴れると擦れて怪我しちゃうわよ。もうちょっとおとなしくした方があんたのためになるんじゃないかしら。あら、急におとなしくなったわね。ようやく自分の置かれている立場が理解できた？わかった。弁護士を呼ぶわ。はあ？いきなり何を言い出すのよ。いえ、違うわね。この場合は証人かしら。証人を呼ぶわ。なあに？共犯でもいたの？違う！私は無実なんだ。それを証明してくれる人がいるのよ。どこの誰？言いなさい。呼んできてあげるわ。いいえ、その必要はないわ。代わりにそこの窓を開けてもらえる？ん？まあそれくらいはいいけど。誰かいた？どういうこと？幽霊さん！あなたの折原彩子はここでーす！出てきてくださーい！あんたさ、さっきいきなり叫ぶなって言ったのをもう忘れたの？若年性痴呆症なの。もしかしてそれが目的？責任能力がないとか言い張りたいわけ？あ、それありかもって違うのよ。さっきまで幽霊さんが窓の外にいてね、私とフレンドリーにお話ししちゃってたってわけなのよ。だからもうお友達。少しシャイでも呼べば出てきてくれるかなとか思ったりして。そうね、2年も同じクラスにいたのに、未だにあんたの口からたわごと以外の言葉が出てくると信じていた私がバカだったわ。さあ、どんな刑罰がお望みかしら。鞭打ち？ろうそく？三角木馬なんてのもあんたにはお似合いなんじゃないかしらね、あやこ。待って！落ち着きなさい。落ち着いて話しましょう。話せばわかる、わかるわ。どんな人間が相手でも人と人なら友情で分かり合えるはずなのよ。いいえ、その必要はないわね。私たちはもうお友達だもの。あんたのことはよーくわかっているわ。ド M なのよね。やめてやめてって言っても口だけなのよね。体は喜んじゃうのよね。知らないけど知っているわ。満足するまでしてあげるから安心して。いや待ってって、なんでそんないい笑顔してるかな。小牧ちゃん、この悪魔を止めて。アンナさん、素敵です。わかった、わかったから。あ、いえ、承知いたしました、アンナ様。全部申し上げます。全部白状いたしますので、罰はその後でお考えください。どうかお願いします。はじめっからおとなしくそうしていればいいのよ。今度ふざけたことを抜かしたらもう後はないと思いなさい。何か言った？いいえ、
あなたの下僕の綾子は何も申しておりませんよ、アンナ様。どう、余計なことは言わない方がいいわよ。命を長らえたいのならね。小牧、紅茶を入れてもらえる？バカな相手をしたら喉が渇いちゃったわ。さて、折原綾子、あんたに弁解の時間を与えるわ。話すことがあるのなら話してしまいなさい。分かっているとは思うけれど、それで処遇を決めるのだから真面目にね。とりあえずあんたの言い分は分かったわ。その、なんだったかしら。馬に蹴られて死んじまえを検証するために私の部屋に忍び寄ったと。でも覗いてはいないから無実だと。そう言いたいのね。そうそう、その通りです。ため息なんかついちゃって、ようやく自分の犯した罪の重さを自覚したのかしら。無実だって言ってるじゃない、何聞いてたのよ。あんたね、その脊髄反射で喋る癖は何とかした方がいいわよ。状況を完全に失念しているでしょ。何を一人でもだえているのよ。もしかして本当に縛られるのが好きなの？あんな、違うのよ、嫌なのよ、縄なんて。でも私、このままだと怪しい性癖に目覚めてしまいそうで。どういて、あんな。このままじゃ私、新年度から日常的にあんたのことをアンナ様って呼ぶ可愛い子になっちゃいそう。私は時々あんたって人間が全く理解できなくなるわ。小牧、ほどいてあげて。わかりました。ありがとう、アンナ様。綾子がまた変なこと言い始める前に、とっとと判決を言い渡すわ。変なこととか言いませんけど、了解いたしました。はい、裁判長。判決は、無罪。はい、無罪ですね。ありがとうございます。って、え、マジで？何よ、不服なの？いえいえ、滅相もございません。ただ、なんだか意外だなーって。そうですよ、アンナさん。なんで許しちゃうんですか、こんな変態。きっとこの人帰ってから私たちを置かずに変なことしたりとか絶対しますよ。
まあ確かにギッタンギッタンにして口封じするって手もあるにはあるけど、こんなやつでも一応友達だしね。普通に信じてやりたいじゃない。どういうことです？あら、気づいてなかった？立場として弱いのはどっちかといったら私たちの方なのよ。彩子が一言、波代アンナが寮でエッチしてましたって学院に告げ口したら、それでもう私たちの負けだもの。実際見たか見てないかなんてどうだっていいのよ。中途半端に仕置きをして報復に密告されたなんて、そんな展開はごめんだわ。だって私は今後もあなたとエッチをしたいんだもの。監視がつくのなんて嫌でしょ、ごまき。アンナさん、そういうわけだから黙っていてくれるわよね、彩子。あんたが SM プレイに目覚めたいって願望でも持っているのなら止めはしないけど。その辺理解したならとっとと帰ってちょうだい。こっちはあんたのせいでいろいろ予定を狂わされそうになってるんだから。何よ、まだ何かあるの？そうそう、幽霊さん、さっきあんたらがエッチしてるとき本当に出てたのよ。私の知る限り今一番幽霊さんの出現に近いポイントはあんたたちのエッチ現場だわ。今までの適当な噂なんかとは違う、本当に出てたんだから。それで今度また覗きに来るわ。だから許可を、覗きの許可をって、あ、小牧ちゃん、小牧ちゃん、待って待って、マジで待って、サンダーボムとか死ぬから。人に向かって投げたら犯罪だって教わらなかった？ねえねえねえって、バチバチでかくなってきてるし、いやマジでシャレになってないから、あんたも止めてよ。バーカ、とっとと帰れ変態。ぐあんなのやつめ、パートナーのしつけくらいしときなさいよ。やっぱ広いな。Thank you.
てのは良くないわね。よし、決まりだわ。これは明日も行くっきゃないわね。まあ、あれだけの目にあってもまだへこたれないなんて、その息やよし、といったところかしら。でも、何か新しく作戦を立てなくてはダメよ。あなたは生身の人間なのだから。Thank you.
こんばんは。私は折原彩子と言います。はじめまして、ではありませんね。わざわざご挨拶をありがとう。こんばんは。私の名前は青戸みやび。確かにさっき一度外で会ったわね。覚えてくださっていたようで嬉しいです。あの時はいきなり叫んでしまってごめんなさい。びっくりさせてしまいましたよね。いいえいいのよ。私はそういうものでしょうから。それよりもね、あやこ、今のことは謝ってくれないの？それも謝ります。すみませんでした。いきなり無礼なことをしてしまって。いい子ね。素直な子は好きよ。普段からそうしていられればさっきあれほど責められることもなかったでしょうに。さっき？ええ、さっきアンナだったかしら、あの子に縛り上げられて喜んでいたでしょ。いや喜んでないから。っていうか見てたの？あやこ、あなたはそっちの方が魅力的よ。鋭い目つきも凛々しくて素敵だけれどね、元気に生気を振りまいている時の方が何倍も可愛らしいわ。何を言い出しますか。あら、褒められ慣れていないの？こんなに可愛いのにどうしてかしら。可愛いとかいいから。子がそういうのなら今はやめておきましょう。残念だけれど。ありがとう、みやびさん。ああ、みやびって呼んでちょうだい、あや子。敬語もいらないわ。あなたとは仲良くしたいもの。あ、はい、わかりました。いえ、オッケー。こうね、みやび。まだ少し硬いかしら。でもそのくらいは仕方がないわね。いきなりだもの。徐々に慣らしていけばいいわ。ごめんね、あんまり器用じゃなくて。って、あれ？どうしたの、あやこ。徐々に慣らすって、そんなに何度も会ってくれるの？でしょうね。あやこはまた覗きに行くつもりなのでしょ。え？覗き？決まりだわ。これは明日も行くっきゃないわね。さっきレポートを書きながら言っていたのを聞いたわ。あれはそういう決意の言葉だったのでしょ。まあ今日と同じことはしなきゃなって思ってたけど。やっぱり覗きに行くんじゃないの。私には隠さなくてもいいのよ。覗きは恥ずべき行為ではないわ。
や恥じるべきでしょう。っていうか違う、別に覗きがしたいわけじゃないのよ。諦めなさい、あやこ。私はさっき、あなたが克明なレポートを作成していたのを見ているのよ。並々ならぬ情熱を感じたわ。なんで？どう見たらあれが覗きレポートになるのよ。どう見ても覗きレポートとしか思えなかったけれど、時間、場所、状況、その他もろもろ最大漏らさず熱心に書き込んでいたじゃない。そりゃ書いたけどさ、目的が違うのよ。無茶なことを言うものね。あれが覗き以外の何に使えるというのかしら。あんたさ、私がアンナにとっ捕まってたところ見てたんでしょ。じゃあ聞いてたんじゃないの？私がなんであそこにいたのか。いいえ、全然。いつそんな話をしたの？幽霊さーんってあんたを呼んだそのちょっと後よ。そこから私の長い長い苦節の旅路を語る一大叙事詩が始まったってのに、聞いてなかったの？ああ、オカルト研究部がどうのとかいう話ね。つまらなそうだったから、触りのあたりで帰ったわ。なんでよ、そこを聞いててくれれば話は早かったのに。つうか、思い出したら腹が立ってきたわ。どうして呼んだ時出てきてくれなかったのよ。あんたがそのスケスケボディのインパクトで場の空気を変えてくれてたら、あんな恐怖体験しなくて済んだのに。私は人前に堂々と出たりはしないの。幽霊ってそういうものでしょ。今思いっきり出てるじゃない。それはね、あなたが同志だからよ。はい。私は結構長い間この学院にいたけれど、あなたほどの熱意を持って覗きに当たっている学生は他に見たことがないわ。あなたとなら分かり合えると思ったの。趣味を同じくするものとして。え、何？待って。あんたってただ単に覗きが趣味で、女の子がイチャついてるところに行ってるだけなの？あら、他に何かあるの？いやさ、カップルにまつわる深いエピソードとかあったりするんじゃないの？うん？何のことかしら。だから生前体が不自由で仲良くイチャつく子たちを恨みを込めて見つめていただとか、女の子に恋をしてその思いを抱いたまま未だにうじうじしてるだとか、そういうお決まりの暗い話はないのかって聞いてるのよ。全然ないわね。
誰が信じるのよ、そんなの。作り話にしても敵が悪すぎるわ。綾子、どうかしたの？ダメよダメ、こんなのはダメ。事実は小説よりきなり、そんなひねりはいらないのよ。木を照らしすぎて現実味が皆無になっちゃってるのよ。あんた本当は何かもっと他にあるんでしょ？何かもっとすごいどんよりなやつが。出し惜しみするとひどいわよ。ちょっと落ち着きなさい、綾子。これがどうして落ち着いていられるって言うのよ。オカルト犬の未来はどうなっちゃうのよ。まあなんだかよくわからないけれど、また会いましょう。待って、待ちなさい、逃げるな。話はまだ終わっていないわ。というわけなのよ。